僕大学1年生の時に、九州旅行で、はい、お友達と、旅行したことがあって、でその時にその、まあ、阿蘇山っていう、綺麗な景色がいい山の麓にのんびり旅行できたっていうのを今でも覚えていて、まあのどかな、ところで、地域実習をすることに興味があって、まあ、今回いい機会だと思って、阿蘇医療センターでの、実習を、希望し、させていただきました。この2週間の、実習では、午前にいろん、その日ごとの科、の外来見学をして、で午後に、ERを、ER の実習だったんですけど、その ER の実習中に患者さんのその血ガスを取らせていただくことが何回かあって、で初めはなかなかうまくできなかったんですけれども、その担当していただいた平賀先生だったり、あと松岡先生のその、サポートもあって、優しく丁寧に指導、していただいたこともあり、少しずつうまく患者さんのその血ガスを取れるようになっていったなと思いました。まあその患者さんを、見て回るときに、自分の担当患者さんだけじゃなくて、その担当患者の隣にいる患者さんにも声をかけてコミュニケーションをしたり、していたのがまあ結構印象的で、やっぱりそういう、そのことも、なんかその患者さんのそのコミュニケーションを取る上で非常に重要なんだなと思いました。やっぱりなんか都会よりもすごいこう長生きされてる方がいっぱいいるなっていう印象で、まあ90歳以上の方も、結構見た印象ですし、で、それに加えて、まあ、まあ優しい方々も、いっぱいいらっしゃって、まあ、外来見学でその担当医師の横でその見させていただいた時も医学生なのって聞いてきて、それに対してまあもうすぐ医師だから頑張ってねってこう笑顔でこう応援していただけたのが、嬉しかったですね。まあ、やっぱり阿蘇医療センターのような病院ですと、その、この病気はここでは見れないからどっかの病院で見てもらってくださいっていうのが、まあ、他の病院との距離も、が結構あると思うので、なかなかそれが難しいと思うので、やっぱりその、阿蘇医療センターっていう一つの施設で医療行為を完結させるように、努めている医師が、多いかなと思いました。まあ、阿蘇医療センター内のその幅広い科を扱ってますので、数週間の間にさまざまな科を、回れることもできますし、まあ、休みの日はレンタカーを借りてその阿蘇山の麓をドライブして楽しんだり、あとはご飯も美味しいので、非常にそのオンとオフを切り替えて実習するにはすごい魅力的な場所だなと思いました。患者さんとの距離感を考えて、患者さんに寄り添えるような、医師になりたいなと。それから、まあ患者さんはもちろんその、看護師や技師さん、それから薬剤師さんとも、コミュニケーションを取りて、一緒に協力して仕事していけるような医師になりたいと思います。